どうも、タカモヌスです。今回は9月22日に復刻するフェス弦よりがみジョーンの運用法についてです。陽光は最大で4段階上昇、ファスト、チャージ、両方持ちますが、攻撃バフと抱き合わせの上、確定で発動しないため扱いづらいです。ちなみに両方発動した場合は、お互いに打ち消され、なかったことにされます。霊力 1.00 上昇なので、パワー連携と交代後、即3ブースト可能です。また、禁止状態、強さ低下をランダムで回復させますが、禁止状態とは、コーマ灯エクストラアタックによる、ブースト、グレイズなどの封印状態のことです。特性は悪くないのですが、発動率が低いのが残念です。振り属性に対するダメージ補正のほか、ブーストによる回避上昇もあります。これはおそらく補助スペルカードの注目上昇に合わせて設計されたのかもしれません。攻撃式なのに。ラストワードは113型と扱いにくく、追加効果も少ないです。4、6バレット目の特攻範囲が広いのはプラスポイントです。ラストワードの攻撃前スペカ効果は単体の回避ダウンのため、命中のセットアップを気にしなくて良いです。ここになぜか注目ダウンがあります。ラストワードは全て必要弾、自前で陽光4段階上昇できるため、適正絵札は貫突天空の飛信になります。クリティカル攻撃上昇も広い特攻範囲には有効です。3バレット目まで何も効果がないため周回火力は絶望的ですが、3ブースト時の火力は見るべきものがあります。火力の指標としてメルラントを比較します。各キャラ星5レベル100、ラストワードに適正絵札をつけて3ブーストでラストワードを打ちます。両者有利不利なし、特攻対象ではない妖精のモブで比較します。まずはメルランからです。難易度ハードのためダメージが大きいですが、ご了承ください。次にジョーンです。ジョーンの方がブースト時の後半の伸びが良いため、多少ダメージが大きいですが、特攻なしでだいたいメルランクラスの効果力を叩き出せるという認識で良いでしょう。さらにジョーンは4、6バレット目に人間、妖怪、神格とかなり広い特攻範囲で、特攻前提で考えても良いです。特攻が刺さった場合はどうなるでしょう。次は有利不利なし、人間特攻が刺さる探索で、再びメルランと3ブーストラストワードで比較します。まずはメルランからです。次にジョーンです。差が開きましたね。3ブースト特攻前提で考えると、メルランクラスの火力ラインであれば頭一つ抜けます。貫突天空の飛信装備だと陽光上昇の伸びしろがあるのも強みです。その際ジョーンの補助スペルカードでセットアップしても面白いでしょう。覚醒による上昇、ブースト依存、効果量がどちらにも依存しますが、星5ブーストなしでもクリティカル攻撃以外は3段階上昇になり、これを味方全体に付与できます。破壊式には命中、クリティカル攻撃、残裂乱持ちには速力上昇で恩恵があります。ジョーン自身も特攻前提で考えればクリティカル攻撃上昇の恩恵は大きいです。味方全体にバフを付与する必要がなければ単体スペルカードでセットアップしましょう。星5で陽光3段階上昇になります。ただし星による上昇格差が大きいのでそこは注意です。星5の場合は陽光3段階上昇絵札をつければスキルと合わせバフを上限まで持っていきます。このスペルカード自体火力ソースとしても性能は悪くなく、こちらに硬質弾をつけたのが惜しいです。ショットはどちらも単体で、バレット構成を見てもあまり特筆すべき特徴はないです。総評すると、おそらく去年のイベント開催時、ゲスト参戦した際、性能は大方決まっていましたが、インフレに合わせず、そのまま実装した感じで、周回火力にも優れた妹のシオンに比べたら明らかに見劣りする点は否めないでしょう。最近だと周回火力、3ブーストラストワードともに強力なフェスゲームも実装されているため、ジョーンを狙う意味は非常に薄いです。ただし推しの人はそれでも欲しいでしょうし、コマ灯限定であればしっかり仕事はこなしてくれるため、どうしてもというなら止めませんが、以上参考になれば幸いです。この番組はいつも最速のエンターテイメントを提供するレイク兄弟とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。